岩淵町は、かつて、東京府北豊島郡に存在した町の一つ。1889年の市政町村制によって、誕生した。現在の東京都北区北部にあたる地域。もともと、室町時代以前には、武蔵国に島郡、岩淵号と呼ばれた地域であるため、これも合わせて記述する。現在の地名では、赤羽、赤羽北、赤羽大、赤羽西。 赤羽南、岩淵町、浮間、神谷、霧気球、下、西ヶ丘に相当する。西部は武蔵野大地の高台であり、東部、北部は荒川の氾濫源である。岩淵は古くからある地名である。室町時代の小田原州所領役長には、大田新六郎地業江戸岩淵五花村とあり、すでに岩淵号が複数に分かれていたことがわかる。 五花村の内訳は、後の大技、すなわち、岩淵塾、稲付村、赤羽村,村、袋村、下村であろうと考えられている。江戸時代には、赤羽の八幡神社が、この五花村の総鎮守であった。また、江戸時代には、この岩淵から新堀村、下駒込村のあたりまで広く岩淵寮が置かれていた。岩淵塾は、日光成街道の第一の宿駅であり、 岩渕郷の本村である。元禄の,の改めでは、岩渕元塾と記され、商法の改めでは、岩渕町と記されている。明治に入り、岩渕元塾町が正式な名称となった。稲付村、赤羽村、袋村、下村は、元は岩渕郷のうちであり、いつごろ分立したかは不明。岩渕塾、稲付村、赤羽村は、江戸時代には、自社領であった。 袋村、下村は天領であったが、後に天領と自社領の入会となった。神谷村は旗本領であった。また、岩淵塾、稲付村、赤羽村、下村は、荒川の対岸に、持ち天神殿を持っていた。赤羽村は明治に入り赤羽村に改称された。百八十九年、市政町村制により、岩淵元塾町、稲付村、赤羽村、 福村、下村、神谷村が合併し、岩淵町となった。当初、北都島軍が出した案は前日の六町村に、上十条村を加え、赤羽村とするものであった。上十条村が加えられていたのは、新、王子村には、滝野川村の半分を加えるつもりであったことによる。赤羽村という名称にする予定であったのは、鉄道の発展により、 岩渕元塾長が衰退し、軍事都市赤羽が発達しつつあったことによるが、岩渕元塾長が分尊の名前に変えられることへ、大きく反発したため、結果として岩渕町が採用された。規模的には、村の方がふさわしいが、岩渕元塾長はかつて村であったことがなかったため、町となった。人口の水保かに、重要な東京府秘主弁道2条あり、ありがとうございます。